氷川ワキヨもキーナもすべて自分1年8ヶ月ぶりステージで涙の復活氷川ワワールド全開昨年元日から歌手活動を休止していた氷川ワキヨシ46が17日ステージ復帰した江東区の東京ガーデンシアターでデビュー25周年記念コンサートを開催1年8ヶ月ぶりにファンの前でデビュー曲箱根八里の半次郎や 限界突破かけるサバイバーなど全32曲を歌唱した。幕が上がり、黒のラメ入りジャケットにパンツ姿の氷川が姿を現した。美肌が輝くナチュラルメイクに黒いピアス。ややウェーブが買った茶色の長髪をなびかせて、今日はありがとうございます。思い切り楽しんでください、と挨拶。清 キーちゃん、など観客6500人の大歓声が響いた。ステージは氷川ワールド全開。演尾服や紋付きは釜で演歌を勇ましく歌い上げれば、その衣装をアンコールで一転させた。袖がシースルーの黒のドレスに、スキニーパンツとヒールを合わせた姿に。客席を練り歩きながら、限界突破を歌い、最高です。気持ち良いね。 と、充実感を覗かせた。挨拶で、ひかわきよしこと、キーナでございます、と話したひかワ。今回のライブタイトルも、きよしひかわプラスキーナんだ。これには、これまでのひかわきよしを置いていくのでもなく、イーナに生まれ変わるわけでもなく、すべて自分と思いを込めた。言葉通りに演歌のひかわきよしと、ポップス路線で個性を解放させた、キーナ。 の二つの顔で魅了した。22年大晦日の NHK 紅白歌合戦を最後に休養入り。今年4月から再始動へ向け準備を進め、ライブに向けてボイストレーニングを重ねてきた。本来は前日16日が復活ステージだったが台風7号の影響で延期されていた。ゲストで講師で信仰のある TM ネットワークのキネナオと66も駆けつけた。 途中、換気は待って涙を流す場面もあったが約3時間のライブを無事に完走。今後は大阪、埼玉での公演を経て、10月から全国ツアーを行う。吉沢るい。より非常に小さい活動休止と、復帰までの道のりより非常に大きい氷川は2020、2年1月21日、翌23年から活動休止することを発表。 心と体が思うようにならなくなった、と理由を説明した。同12月14日に都内で休止前最後のコンサートを開き、どうぞお元気で。とファンにお別れ。休止前最後のステージは、大晦日の NHK 紅白歌合戦。コーツ博組の枠にとらわれない特別企画としてヒット曲、限界突破×サバイバーを熱唱。また、 必ず帰ってきます、と叫んだ。今年4月27日に活動再開を発表。新会社の公式サイトを開設し、長年所属したながらプロダクションから独立し、新会社、キーズナを設立したことも報告。引き続き、初心を忘れず、自分らしく歌い続けていきたいと決意表明した。より非常に小さい、大満足。 ファンも再会喜びより非常に大きいライブを鑑賞した専業主婦の橋谷由に恵さん6人は久々にキーちゃんの歌声が聞けて嬉しかったです休業前よりも声がたくさん出ていてファンサービスも増えていたような気がします大満足ですとライブを堪能した様子また活動休止前最後となった東京国際フォーラムのライブにも参加していた代女性は その時は女の子にしか見えないような衣装を着ていましたが、今回は以前よりも中性まな見た目で格好良かった、と語った。初めて氷川のライブに来たという30代の会社員男性は、母に連れられてきました。テレビでは見ていましたが、成果は迫力が違う。ファンになってしまいました、と魅了された様子だった。